常川管外遺跡遺跡の位置つねかわ遺跡は長野県飯田市にある奈良時代から平安時代にかけての管外遺跡。2014年3月18日に一部が国の史跡となり、2年後の2016年10月3日に一部範囲が追加指定された。長野県南部の稲谷の南に位置する標高420から438メートルの 比較的平坦な定位断球場に所在する。この遺跡は古代においては、品濃国十軍のうちの稲軍に含まれ、藤原軍出土の木管などにも稲軍の前身である稲兵の記載が見られる。遺跡の正方には、奈良時代の河原が出土する元善工事がある。本遺跡の発掘調査は、1977年の国道153号バイパス建設に先立ち、 行われ、縄文時代から近世にかけての遺構、遺物が多数検出された。中でも、奈良、平安時代では、遺構として掘った手柱建物、遺物として、和道会人銀線や、美濃の時がある、末期のほか、多数の陶瓷りや緑釉陶器などが検出され、緩和的性格を有することが注目された。飯田市教育委員会では、この遺跡の重要性に鑑み、 1983年から70時を超える遺跡の範囲と内容を確認するための発掘調査を実施してきた。その結果、焦燥、焦燥区画カ漢画の北限とみられる溝、漢画に関係する書遺構、再祀遺構などの存在が明らかになったが、群長に関わる施設はこれまでの調査で確認できていない。遺跡は1期が7世紀後半、2期が8世紀前半、 3期が8世紀後半から9世紀代、4期が9世紀末から10世紀前半の4期にわたり変遷した。1期は本格的な焦燥の成立以前で規模は小さかったと考えられる。2期は計画的な造影が認められる段階で、焦燥区画庫については北東側で未確認ではあるが、長辺215メートル、短辺150メートルで北側にある。 高岡一号分を避けて、台形を停止、桁行き島、両行三県の総柱掘ったて柱建物がほぼ、等間隔で直列に配置される。三期は、掘ったて柱建物と同じ場所に、礎石建物が作られたが、礎石が抜き取られている、透明角ではない。また、瓦の湿度も確認され、瓦原吹きの倉庫の可能性がある。四期は、 二三基のような規則的な建物配置は認められなくなり、区画工も確認されていない。一方、小燥域から南西250メートルのところに、常川清水と呼ばれている地点がある。周辺からは、人形、馬型、井口など、奈良時代の遺物も出土し、律令的な祭祀が行われたことが考えられる。ちなみに、当地には、秋葉信仰の石碑があり、現在においても、 地域住民による祭りが行われている。出土遺物としては、奈良山菜や、紀内系葉時期など、多数の土器、中でも、唐スズリの存在が注目される。この遺跡からは、県やシスズリを主体とする専用スズリが多数、出土しており、長野県内の専用スズリの約25%を、占めるに至っている。時期としては8世紀が中心で、9世紀には、減少している。 牧書時の出土も顕著で、栗や関東の記されたものが検出されている。また、焦燥を区画する溝からは、のき丸瓦、のきひら瓦、ひら瓦、丸瓦などが出土しており、焦燥は瓦吹きであったことが示唆される。さらに、炭化米も出土し、もみ殻のついた稲もみの塊、もみ殻が付着しない握り飯状の塊の2種類が存在し、校舎については、 欲しいの可能性が考えられている。これら放射性炭素年代測定法を実施したところ、7世紀後半とされたものがある。このように、常川寛外石は確認された遺構や、遺物のあり方、文献資料等から、稲群画の可能性が高い遺跡であり、古代国家の地方支配の実態を具体的に知る上でも重要である。常川寛外石。 abcdefghij 文化庁 abc 角川日本地名大辞典 p505 ありがとうございます。